トニー・マッケイはアメリカ合衆国の陸上競技選手で400メートルを専門としている。2012年に開かれた2012年ドンドンオリンピックのアメリカ代表の一員である。マッケイはフロリダ州ウェストパームビーチに生まれた。同州リビエラビーチのサンコースとコミュニティ高等学校ではサンコースとチャージャース陸上競技チームに所属し100メートル、200メートル、 400メートルを専門としていた。フロリダ高等学校陸上競技連盟主催の大会に出場し、高校3年生の時に400メートルで優勝した。サンコースとコミュニティ高等学校時代は、アメリカンフットボールのチームにも所属し、チームの最も卓越したワイドレシーバー、最も上達したディフェンシブバック、そして最高のオールラウンド選手とみなされていた。 マッケイはフロリダ州ゲインズビルにあるフロリダ大学へ進学しマイク・ホロウェイコーチ率いるフロリダ・ゲーターズ陸上競技チームに所属 NCWA の大会に出場した400メートルではマッケイは2011年に室内選手権で優勝2012年に室内屋外ともに優勝しサウスイースタンカンファレンスで2度の優勝を収めた2011年の 全米陸上競技選手権大会では44秒68をマークし、オリンピック金メダリストのジェレミー・ウォリナーや世界、選手権覇者のグレッグ・ニクソンとの接戦を制した。2012年6月24日に開かれた代表選考会にてマッケイは400メートルで、準優勝し、ロンドンオリンピックの400メートルと 4X400 メートル、リレーのアメリカ代表に選出された。 400メートルでは準決勝進出にとどまったが、4X400 メートルリレーでは銀メダルを獲得した。ロシアモスクワで開かれた世界選手権でマッケイは400メートルで44秒40の自己新記録をマークし、銀メダルに輝いた。アメリカのお家芸である男子400メートルの代表選手とあって、マッケイは出場前から期待が寄せられていた。 4X400 メートルリレーでは優勝した。ありがとうございます。